レカキン TV レディゴー。ブンハロー YouTube、 どうもデカキンです。いや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 パフパフパフいや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 、はい、カメラマンは山本くんです。こんにちは、お願いします。お願いします。ということで、鬼滅の刃のホールケーキ2つを爆食してみた。ということで、今日はなんとですね、鬼滅の刃のホールケーキを2つ買いました。その前に、先にどれぐらい好きかをちょっと見したいと思います。実はね、これ、はい、見てください、はい、これ何だと思う？犬の散歩行った。あ、違う違う違う、うんこじゃない、うんこじゃない。犬の散歩で俺がうんこ取ってきたやつをこうやって何だと思うってやってるわけじゃん。やばいだろお前、そんな YouTuber。 これはですね、なんとデカキンが北海道行った時にゲーセンで取った鬼滅の刃のグッズです。わー、すごい、はい、いいな。グッズです。で、こっちがすごいよ。おい、うわ、いや、量がすごいな。ずっとやって、2、3時間やってたから。全部揃ってるんですか？いや、それがちょっとまあ、ギュウさんとしのぶさんがいなかったので、まだありますよね。はいはい、これが僕がゲットした鬼滅の刃のグッズです。いや、すごいっすね、これ。はい、これ誰でしょうか？ムイチローですね。はい、書いてあるもんな。こっちではギュウさんいますので。はい、だしのぶさんだけ取っとけばね、柱全コンプリート、柱全コンプリートいけたのにね。柱全コンクリートってなんか。柱は全部コンクリートだもんな。大体の柱は。ということで、これがグッズです。今日は、いつもカメラマンやってくれてるし、1個あげるわ。え、マジっすか？柱だったらもう、うん。品津川さんが。品津川さるみさん。やっぱね、この兄弟愛みたいなのが今めちゃめちゃいいところじゃない。うん。ちょっと描かれてるよね。そうなんです。うん。いや、僕お兄ちゃんいないんで、こんなかっこいいお兄ちゃんいたらいいなって思ってるんですよね。お前さ、ずっとデカキン TV でやってんだから、はい、お前のお兄ちゃんがデカキンだろ。いや、お母さんでしょ。いや、お母さんじゃねえわお前。性別違うだろお前、急に。これからも頼っていいんだからな、山本君。いつでも俺に頼れよ。わかりました、お母さん。お母さんって呼ぶなお前。次の PTA がお前心配でしょうがないわ。じゃあこちらのさねみさんをプレゼントします。はい、はい、あげる。いきます。はい、おめでとう。ありがとうございます。今から鬼滅の刃のケーキを食べるんですけども、ちょっとどうしてもデカキンの友達が食べたいって言ってるんで、その友達に今日は食べてもらおうかな。ということで、今から友達を呼んできたいと思います。え、友達って誰ですか？いや、もう本当来ればわかるから。はい、いやいやいや。かまど炭治郎、改めかまど豚治郎です。いやいや、ちょっとお姉じゃないですか？お姉じゃねえわお前。耳飾り、あ、そっか。違う違う、耳飾りだから、これあるから。寄せてくれたんですね、お母さんに。違う違う、参観日に来たわけじゃないんだよ、お前。メガネしてないでしょ。ん？メガネしてないっす、メガネ。お前、鬼か。お前、人間界にもいたのか、お前みたいな鬼が。じゃあ、メガネは、まあ、視力なくなったら困るので。いいんですね、じゃあ、それで。かまど豚治郎ですから。炭治郎って言ってたら怒ってもらって構わないですけど、はい、かまど豚治郎なんで。豚治郎はメガネと。はい、太っててメガネかけてるのが豚治郎です。で、お姉。お姉は関係ない。もう付属、おまけでついてきた、オプションでついてきたようなもんだから。お姉は。じゃあ今日はかまど豚治郎が鬼殺隊としてホールケーキ2つをやっつけていきたいと思います。あら、水の呼吸一の方、みなもぎり、水の呼吸三の方、リュウリュウマイ、水の呼吸死の方、打ち潮、火の呼吸火の神神楽、無呼吸一の方、いびき。え、ちょ、トンジロさん、ちょっと呼吸忘れてますよ。息してください、息。全然疲れ取れない。デブの呼吸二の方、二重顎。デブの呼吸十の方、膝爆弾。
あいき、あということで、まず一つ目上げていきたいと思います。はい、はいかまど炭治郎のケーキです。リアルのやつよりかはこっちにしてみました僕は。なるほど、緑色の可愛いね。可愛いですね。もう一個も開けてみましょうか。はい、これはね、僕が好きなキャラクターにしました。バチェラもちろんですね、炭治郎も好きなんですけども、バチェラ、バチェラつってないわお前、急にやめろお前、アマゾンプライムじゃないんだぞお前、 YouTube だぞお前。こちらです。うわー可愛い、煉獄さん。うわ可愛い、めちゃめちゃ可愛い、めちゃめちゃいいですね。煉柱、かまど炭治郎と煉獄さんです。可愛いな、いいね、いい感じよね。いや、いいですね。じゃあこれを食べたいと思います。はい、でも僕もこの前の友達の誕生日で無一郎くんのケーキはあのオーダーで頼んだんですけど、どうですか。わすごっ、なんか今見せれないですけど、無一郎の思いっきりでっかい顔が、はい、あって、大きさどれぐらいだったの。これ4つ分ぐらいの大きさです。もうワンセットあるぐらいの。はい、うんうん、いいですよね。うん、お前二度と俺よりでかい企画すんなよお前。お前プライベートでデカキンよりでかい企画してんじゃねえぞお前。企画じゃないですから。めちゃめちゃでかいじゃん。だいぶテンション下がったぞお前、これ小物だなっていう感じがして。でもいいですね、それはなんか誕生日でね、そういう祝いをやるっていうのも。じゃあ早速食べてきますので。はい、日輪刀持ってきて。お前は豚次郎はフォークだろお前。フォークだよフォーク。日輪刀っていうから。はいはい、かまど豚次郎の日輪刀が届きました。これで食べていきたいと思います。ピラピラ剥がします。はい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 、思ったよりついてるついてる。これをね、こう、あーそこもね大事にね。じゃあちょっといただきます。いや、そっから食べるんかい。そっから一口目そこおかしいでしょ。甘み、甘み結構コクがあってうまっ。クリームうまいよ、大人でも好きな感じ。甘すぎずみたいな。そう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 、うまっ。ずっとここでやってけるわ。それ食べても満足。すげえうまいもんだって。いや、あのシュラスコじゃないんで、あんまそぎ落とすみたいなやつやめてもらって。ああ、じゃあでは早速。何の味するんですかね、その真ん中のところは。ゼリーとかなんかな、うんうん、ちょっとここら辺ちょっと食べてみましょうか。あ、あ、すごいシートみたいになってる。そう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 、メロンソーダみたいな。食べるのもったいないですねこれ。ガビガビの、あんま良くない表現したな。ガビガビ。昔の駄菓子屋さんに置いてあるようなゼリーとラムネみたいな混ぜたような味。でもここはまあ見た目なんで。なるほどね、ケーキの部分じゃないから。正直ここは関係ないんで。中身もね、これ確か俺書いてたはずなんだよな。どっちかがイチゴでどっちかがフルーツみたいな。うわ美味しそう。これイチゴですね。まだ見えるか分かんないですけど、イチゴが入ってます。うんうんうん、いただきます。うわーすごっ、大きい。ああ。なんかイチゴってことにしたことによって高級感増した。チョコとイチゴだとさ、高級感増すの分かんない、味が。チョコとイチゴ確かに組み合わせが、うん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 、気品が出るじゃん。はい、うん、まあ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 、あいね、この中のケーキがもう最高に美味しい。いや美味しそう。ちょっとシート食べてみる。はい、いただきます。うん、うん、なんかちょっと表現してみて、俺がどんだけうまかったかっていうのが俺の表現がどんだけ今絶妙だったかっていうのは分かるから。舌触りは砂糖のザラザラ感に近くないですか。いや、マジパンをゼリーにしたみたいな。マジパン、ケーキに乗ってる名前の。はい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 、あれをなんかしっかりちょっと柔らかくしたような感じの。そう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 、まさにね、うん、だからうまいかまずいかで言ったら、まあ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 、まずい。まあまあ普通だね。まずくはないです。まずくはない、好きな人は、うん、あのだってケーキの名前の部分好きな人だっているわけだから、うん、これは全然一人でいけちゃいますね。いちごじゃないパターンも試してみたかったね。ああ、じゃあやっぱり4つでしたね。うん、一回これちょっと外置こうか、絵の部分はね。あ、ここで置いておきます。うんうん、余裕っすか。全然食べやすい。そこ最後残したら食べにくいんじゃないですか。シート残しちゃってるから。それはあるな、甘いいや、うまい、うまいな。デブキャラで甘いの嫌がるの嫌だもんな。甘いなって甘いから食えるぐらいにいけうん、ちょ
とねずこの技使っちゃっていいかな。ねずこの技ですか。ねずこというかとんじろうの妹の技使っていい。はい、もう全然、うん、血気術爆食そんなに爆食してないっていう一口食べただけだね。でもこれ一口いったらもう爆食になるでしょ。まあ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 、じゃあいただきます。血気術爆食。バケツのね、バケツのやつです。まあ、なんか副音声みたいに聞こえるぞ今バケツのやつですねすごい、はい、砂糖食ってるような甘さそうですね、シャリシャリしますよね。甘い、だからいい。ということで炭治郎ケーキ完食しました。おはい、ということでかまど炭治郎でした。はい、ぜひ皆さん、はい、本当にごちそうさまでした。ごちそうさまでしたじゃないです。はい、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。まだ、はい、まだこちら残ってるんで。なんですかこれは。まだありますね、というか、いや、そのしょっぱいもん食べたいの、もういきなりステーキ食べたいのよ。いや、それ僕もですけど僕もですけど2つやっぱり食べていただかないと、もう最初に言ってしまってるので、かわいそうじゃないですか、レノさんが。まあ確かに確かに、ホワイトも食べてないしね。うんうん、わかりました。じゃあ、友達いるんで、かまど豚汁の友達呼んできていいですか。また友達ですか。はい、ちょっともうせっかくなので。まあ大丈夫です、友達ってもう僕なのでそこのルール違反はしてないので。はい、あがつまくん、わかったわかった、今行くよ。いや、え、どうも、あがつま善逸、改めあがつま贅肉です。お願いします。ちょっとアメリカの子供にしか見えないですよアメリカの子供じゃないです、あがつま贅肉です。贅肉さんですか。はい、食べれますか。じゃあ、はい、僕は特技としてネタ部をやってるので、はい、任せてください。お願いします。うわー、またもうネットフリックス見すぎてもう2時半だよ。ないでしょこの時代。うわー、そっか、もう寝なきゃか。雷の呼吸一の方、霹靂一閃。あれ？もしかして僕寝てる間食べちゃったの？あれ？そうなの？もしかして山本くんが食べてくれたの？僕がいない間に。ずるだけやめましょう。ずるだけやめましょう。ずるだけやめましょう。視聴者さんがね、やっぱ食べるところを見たいわけですから。お前この30秒ぐらいにわたるやりとり、お前ずるだけやめましょうで片付けた。ずるだけやめましょうで。ずるしてたからに。いやいや、寝てたからわかんないや、僕は。山本くんが食べてくれたの。いや、あるじゃないですか、目の前に。やめてください、それずるの。悪い考えやめましょう。はい。はい、じゃあ、いただきます。でもなんかやっぱ、鬼滅の刃の動画増えたよね。増えましたね。俺、煉獄さんのコスプレ欲しかったのに、はい、もう着てる人もいて。いましたね。大きい人で着てましたもんね。着てた着てた。はい、人気というか、まあ映画来たらね、ますます。そうですね。霹靂一閃。いやいや、ケバブ屋店長でしょ。あ、生クリームうまっ。うまいわ。あ、すごいすごい。めっちゃうまい。はい、じゃあ、煉獄さん、いただきます。ちょっと会いたかった人でもあるんで。そうですね。ぐるぐるに巻いてる最初から。それケーキの方先に食べたいんで。はいはい、フルーツだ、やっぱ。あ、いただきます。うまっ。やっぱ善逸くんのコスプレだと合いますね、甘いものがね。善逸じゃなくて贅肉なんで。贅肉さん、はい、あがつま贅肉でやってますんで贅肉。誰が贅肉だお前、おいふざけるなよお前。自分で言ったんでしょ。言い過ぎだろ本当に。自分で名乗っといて。うまいうまいうまい。あ、すごい。うん、桃がふんだんに合うね。しかもそうですね、確かにめっちゃうまい。めくります。めくって食べるが公式になってますけど大丈夫そうですか。こっちの方がね、やっぱ美味しさが。うん、
頑張るしかないもんな。頑張りましょう。よし、頑張ろう。うん、甘っ甘いよ。シートの部分、シート最後でも、ねずこちゃんのことを見たら、なんとか頑張って食べれるかもしれない。よし、このねずこちゃん見れば食べれるはずだ。ねずこちゃん可愛いよ。これスマホ立てて、ねずこちゃん可愛いな。うん、やばい。ねずこちゃんから勇気をもらってね。うん、あ、いいよ、いいじゃないですか。ねずこちゃん可愛いな。うわ、すごい。だはい、ということで完食しました。あ、すごいすごい。ちょっと見せてくださいよ、ねずこちゃん。どんな写真で勇気もらえたら。好きなの、ねずこちゃん。好きです、大好きです。まあ、だったらちょっと、はい、見せてあげてもいいけど。バケモンじゃねえかよ。以上です。鬼滅の刃のコスプレをいつ出すか、いつ出すかで悩んでたんで、今回の動画で出せて本当よかったです。あ、素晴らしい。デカキン頑張ったんじゃないかという人は、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。ごちそうさまでした。バイ。